かい。お腹すいた。魚食いたい。左には水、右も全部水。この島はモンドの山体から分離してできたものだ。ある強い力が山脈の一部を切り離し、この海域へと運んできた。このような形になったのは、その移動の最中、山体が転倒したのが原因だ。実に面白い。これも風神バルバトスの傑作だろうね。ここのお魚、焼いて食べるときっと美味しいよね。クレー、お魚食べたい。じゃあ私が一緒にお魚を取ってあげるね。でも静かに、お姉ちゃんに気づかれないようにね。本当に？バーバラお姉ちゃんもお魚好き？食べることより捕まえる方が楽しいかな。小さい頃、お姉ちゃんと魚取りしたことがあるんだ。お姉ちゃん、普段はあんな感じだけど、小さい頃はとても子供っぽかったんだよ。カメさんを飼ってたこともあるんだ。意外でしょ。ディルック、お前は決断力のある人間だから、海鳥を撃つか貝殻を拾うか、お前が決めてくれないか。何が言いたい？そうツンツンするな。ここから身動き取れなくてどこにも行けないんだから仕方ないだろう。だったら楽しいことでもして時間を潰さないと。そうだ、貝殻拾いはいいアイディアだと思わないか。ガキの頃、お前と一緒に拾ったのを思い出す。そんな昔のこと今でも覚えているのか。